り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。世界に一つの革製品、目指すのはこちら。廃棄物の発生を大幅に減らす。ずらりと並ぶ革製品、模様がとってもおしゃれだね。実はこれらのアイテム、レザーとしては珍しいある動物の革を使っているんです。作っているのはトトト。どんな動物なんだろう。捨てられている魚の皮を使ってフィッシュレザーを作っています。この会社がある富山県氷見市はブリなどのお魚が名産。鮮魚店には美味しいお刺身が揃います。魚をさばくときに出た皮は全て捨てられていました。そこで地元の鮮魚店から魚の皮を回収。余計な身をそぎ取って匂いを消すためにしっかり洗浄。油や残った鱗を取り除きます。そして大事なのがなめしの作業。タンニンを加えることで薄い皮が丈夫に。すると腰のあるしなやかなレザーに仕上がります。このおしゃれな模様は鱗の形だったんだ。カードケースにキーホルダー、一つ一つ模様が違うから世界に一つだけのアイテムに仕上がります。今後は魚の種類も増やしながら廃棄される皮の量を減らして地元の氷見市の地域活性化につながればいいなというふうに思っています。フィッシュレザー、地域と地球を活性化。